実験大好き MNL です。今回の話題は電源周りの不注意、無線機の故障、燃やす原因になること多々あると思います。特に電源プラスとマイナス反対接続かなりやばいと思います。無線機故障しますと修理代超高額、即ゴミになることも結構あると思います。画期的コネクタご紹介いたします。無線機壊したくない方よく見ていただければと思います。接続ミス、その根源、アマチュア無線の世界って 13.8V の電源をキーにいろんなね機器無線機接続されていると思います。そういう中でね、一番多いのがこのターミナル3次とか生線をね接続する方法でね、電源と接続している方多いと思います。私もねこういう軍艦端子、ターミナル端子使ってねよく接続してるんですけどね、非常に汎用性高くてね便利いいと思うんですよ。それでもね注意しないといけないのがね、これですよね。赤色プラス、黒色マイナス、まあここの端子もねどのメーカーさんもだいたい赤と黒でついてるんでね、間違えることないだろうと思うんですけどね、それでも間違ってヒュードだけならいいんですけどね、無線機までやっちゃった方っていうのは結構多いと思います。生線なんかむちゃむちゃお手軽でね、多くの方がね実践してると思うんですけどね、意外と生線最近ですとね、こういう黒の線に白いラインしか入ってないようなねケーブルもよくね見かけますからね、つなげ間違いしますとねえらいことになると、多分ねこれでもね間違えた方結構多いと思います。プラスマイナス反対に接続してもね気づかないと、これはねむちゃくちゃ問題があるなと私思っております。こうなりましたね、もう一つの方法でしたらね、この中継擬保子、まあこういうものをね使う方法もあると思います。この方法ってねこれ見ていただいたら分かると思うんですよ。めちゃくちゃねお手軽はお手軽なんですけどね、あんまりたくさんね電流流すことができない、それと接触不良も結構ねこの辺抜き差しちゃったらねよく発生するっていうんですか、意外とこの中継擬保子便利がいいようでもねどうも信頼性が低い、これでねトラブった方も多いと思います。この辺の要素でね過去にもねこのような動画紹介させていただいております。大切な無線機壊さないためにね電源周り私ものすごくね重要だと思います。アンダーソンコネクタ普及、アンダーソンコネクタってね名前聞いたことある方意外とね日本国内まだまだ少ないと思うんですよ。それでも結構最近でしたね、アリエクスプレスとかアマゾンとかアマチュア無線関係でね検索してますとね、このアンダーソンコネクタ見かける機会っていうのは結構多いと思います。海外ではねこのコネクタねめちゃめちゃ普及してると、ただ日本国内はねまだもう一歩、いやもう二歩ぐらいじゃないでしょうかね、使ってる方は間違いなく使ってるんですよ。使ってない方が結構多いにはね私自身驚いております。このコネクタの特徴ってね、構造がねめちゃめちゃ単純、組み立ても簡単やと、プラスマイナスのね逆接続もできないようにできてると、これはねものすごく画期的なコネクタだと思います。このコネクタのいいところってね、メーカー品でもねこの分配装置このようなもんですよね。 Amazon とかねアリエクスプレス見るとね、アマチュア無線関係の用品見てるとねこういうもんが登場いたします。これがアンダーソンコネクタ、ヒューズをセットしていって電源前のケーブルをね整理できると、海外ではね使っている方が多いと聞いております。ただこのアンダーソンコネクタのね最大の問題はね、純正品アンダーソンがね発売してるコネクタは結構高いと、ただ最近はねゼネリック品っていうのがねものすごく普及してきております。 Amazon 見ていただいてもね、こんだけコネクタがあってもねこれぐらいのお値段。一つねこのアンダーソンコネクタ組み立てるのに必要なのがね、できるだけ専用の工具買った方がいいと思います。これにつきましてもね Amazon で2000円前後で発売されていると、意外とねこういう、ね、工具っていうのはねお高い傾向なんですけどね、アンダーソンコネクタ非常に世界的には普及してますからね、専用の工具も安くなっております。アンダーソンコネクタぜひとも使っていただきたいと、とにかく使うと電源周りのトラブル格段に減ると思います。ゼネリック品質はどうか、ゼネリック品中華です。とにかくこの品質動画の方でご紹介したいなと思います。アンダーソンコネクターのねよくバッテリー周りに使えてるどでかいやつご紹介いたします。まあこんな形でね一式全部セットされております。ちゃんと防水用のねこういうカバーもねセットされておりますからね、意外とあっちこっちにね使える非常に便利といいコネクターだと思います。あとこちらの方がね無線機周り
比較的小型の機器にねよく使えてるタイプだと思います。好きな方は好きなんでね、多分ローカル各局見てもね使ってる方は若干いると思うんですけどね、それでも未だに使ってない方もね結構私含めてね結構多いと思います。こちらの方がね45、こちらの方が30アンペアクラスの圧着端子になります。まあ実際ねこんな形でね赤と黒がありましてね、左基本どちらでも組み替えできるんですよ。ここ間違えますとね後が痛いんですけどね、組み替えたりね上下方向で組むこともできると、なかなかここの作りがねすごいと思いました。専用のねしっかりした圧着端子2000円ちょっとぐらいでね、この3種類に対応しておりますからね、1個ありますとね作業性向上いたします。で実際ねこういう圧着工具ってね、まあ私の持ってるね宝山もそういいもんじゃないんですけどね、結構これ重要なんですよ。簡易圧着とか使いますとねトラブルの原因です。このラッチのかかった時の音聞いたらねいいもん悪いもんがようわかると思うんですけどね、この2000円のね圧着機、私最初買った時にはね舐めていたんですけどね、これ実際にねこうラッチの解除とかしますとねめちゃめちゃいい感じの音がするんですよ。これどう思います？2000円でこんだけのいい音出ますからね、これには私びっくりいたしました。どうだったでしょうか。これ中華のゼネリック、めちゃめちゃお値段安いんですけどね、品質はねむちゃむちゃいいと思うんですよ。コネクターの作りとかね樹脂の成形いろいろとね見ていったんですけどね、本当に用できてると。昔だとねほとんど使い物にならんようなコネクター、中華製多かったんですけどね、最近の中華製むちゃむちゃ品質良くて安定しておりました。コネクタ加工方法、こちらの方もね結構特殊なコネクターです。動画の方で詳しくご紹介いたします。人間に使うケーブル、ゴスケ、ニスケ、1.2ゴスケ、3種類今回使ってみたんですけどね、まあこんだけの太さの違いがあります。でバッテリー周りのこのコネクタ結構ね端子がねどでかいんでね、もう今回は圧着諦めました。ハンダ付けしようとしとるんですけどね、まず線向く時にはねなかなかストリッパーもね使えないような状況です。表面にねちょっとだけ傷を入れましてね、導線の方にはね傷を入れないようにしてね加工していくと、ここがポイントです。でハンダでねある程度ねこうやってハンダメッキかけてね後からの作業性がいいようにいたします。こういう形でね中に突っ込んでね周りから私はハンダしました。まあ専用のね工具買うてもいいんですけどね、あまり使うこともないと思うんでね、もう私の方はね多少手間かけてもねこの手のコネクタはねハンダ付けの方が確実だと思いました。で実際このコネクタこう見ていただいてわかると思うんですけどね、ここのねピンに引っかかってるだけなんですよ。ここよう見といてください。ここ重要なんですよ。裏面があるんですけどね、端子の裏面にね引っかかる爪がありますからね、それがここに引っかかるとここにねグイーッと押し込みますね、カチンととかするんですよ。カチンとちょっとね力いる時もあるんですけどね、上手に押し込みますとねこんな形でね手前の方にだんだん出てきます。出前の方にね出てきまして、カチンと音すればね作業完了です。こういう形で出来上がったやつをね入れていこうかなと思います。まあ、実際ねプラスマイナス間違えないように、まあ間違ってもね簡単にね取り外すことはできるようなんですけどね、カチッと入ります。でこちらの方もね押し込みますとねカチッと入りますからね、もう慣れてしまえばねものの5分ぐらいでね1本加工が終わるんじゃないかなと思います。あと小型のタイプはねこんな形でねちゃんとコネクターのね組み方さえ間違えなければねプラスマイナス刺さらないと。単純な構造なんですけどね、このアンダーソンコネクタようできてるなと思いました。こちらが40アンペアで、こちらが30アンペアです。で、まずね、こういう形でね、黒いカバーかけるのがポイントとなります。で、真ん中をね、ちょっと向いてやった方がいいですね。もう多少向いてもね、黒いカバーがあるんでね、作業性を良くするためにね、真ん中裂いた方がいいと思います。細い線につきましてはね、できたらこういうね、宝山さんのね、ストリッパー、使った方が楽ちんだと思います。皮を向いたところでね、一応30アンペアクラスですからね、真ん中をこういう形でね、セットいたしましてね、カチンとねかしめてやると、これだけです。これでね加工終わりました。でもう反対側も一緒ですね。こういうところはねやっぱ圧着機持ってた方が便利です。ほぼ確実にね圧着できると思います。でこの圧着ができましたらね、この赤黒をね取り出してね、これ個別にねまずつけていった方がいいと思います。組むのはね接続が終わってから組んだ方がね
私は楽ちんじゃないかなと思いました。まあ裏表あるんですけどね、先ほどの動画見てても分かると思うんですけどね、裏側にかかる爪がありますからね、引っかかるようにするのがね正となります。でこういう形でね、少しだけね咲いた後にこうやってねずらしてコネクタセットしてください。多分このやり方がね一番私はねもう簡単だと思います。でこれが終わった後にね、黒いカバーを重ねてコネクタがねバラバラにならないように注意していただければと思います。まあこんな形でね慣れてしまえばね、1個あたり3分ぐらいで組み立てできるんじゃないでしょうか。で必ずね赤黒間違ってないかどうかを確認するためにね、一つゲージ的なものをね用意してた方がいいと思います。これ間違えますとね、こんな形でね赤黒反対に刺さる可能性が出ます。で 1.25 スケ加工するときにはね、圧着端子変えるとめんどくさいんでね、もう私はこうやってね手で折り曲げてそのままね30アンペア使っております。15アンペアのねコネクタ探してもいいんですけどね、あんまり売ってないようなんでね、できるだけ30アンペアでね使いこなした方が楽ちんだと思います。これ重要なのがね、ケーブルの太さの一段がこのような形になっております。だいたい日本でねよく使うのがね、まあ、5.5 スケで、あとこちらの方ですよね、2スケ 1.25 スケちょうどねこういうランク、だいたい3ランクぐらいをね使う方が多いんじゃないかなと思います。調べていただいたら分かるんですけどね、アンダーソンコネクターのこのシンプルなタイプ、これねやっぱり30アンペアが圧倒的に販売量が多いようなんですよ。でアマチュア無線化から見ますとね、15アンペアクラスぐらいがね欲しいなっていう方多いと思うんですよ。ちょうどこれがね 1.25 スケに適合するんですけどね、意外と販売量がね少ないような傾向です。本来ねこの30アンペア 3.5 スケから2スケまで対応してるんでね、 1.25 スケはね対応してないんですけど、線をね折り曲げて見かけ上太くしましてね、 1.25 スケもね30アンペアでカバーするような形にするのがね一番ね現実的な使い方だと思います。それより細いケーブルにつきましてはね、ハンダした方がね意外と使い回しが効くんじゃないかなと。コネクタ赤黒組み方、コネクタの組み立て方ってねいろいろと合うと思います。まあどれがね正解かね、正直言ってね皆さんもやってると思います。アンダーソンのねコネクタについてはね、アンダーソンさんが出してるねメーカー純正の使用書、これにヒントがありました。概要欄の方にはねリング先貼り付けておきます。こちらの方でねここにあるんですよ、スタンダードっていうやつが。これね見ていただきますとね、この2つ並べてるスタンダードよく見ていただきましたらね、1番赤2番黒これがスタンダードで、これの反対がリバースとなっておりました。これがね正しいみたいなんですよ。でネット上を見てください、意外とねこれの反対プラスマイナスがね逆接続されてる写真がむちゃむちゃ使えてると、こうなっちゃいますとね理論上コネクター刺さっちゃいますからね。コネクターの組み立てはねアンダーソンコネクター命です。まあどっちがねプラスマイナスっていうのはね絶対性はないんですけどね、アリエクスプレス見ますとねこの分電ユニット電源コネクターがね反対になってるやつも稀にあります。これはね正しいんですけどね、間違ってるやつが稀にあります。まあ来た商品がね正常かもしれないんですけどね、ここ間違っておりますとねえらいことになりますからね、ぜひともアンダーソンコネクタ赤と黒、一応左が赤右が黒だと思いますからね、ぜひともこの辺間違えないように組み立てていただければと思います。まとめの方をさせていただきます。中華のねゼネリック品、本当は純正品買うべきだと思うんですけどね、この純正品ね RS さんとかでも販売はされてるんですけどね、お値段がちょい高いと、やっぱりねゼネリック品にね頼ってしまうのがねアマチュア無線化のね泣きどころだと思います。ゼネリックってね昔中華なんか言うたらめっちゃ品質悪かったんでね、コネクターなんか買うなとかよう言われたと思うんですけどね、樹脂のね成形の精度がむちゃくちゃええと、で品質が安定しててね、私も30個ぐらい組み立てたんですけどね、一つもね NG 品がなかったと。だいたい中華ですとね、まあ 10% ぐらい NG 品が混じってることが多かったような気がするんですけどね、今回の商品につきましてはね全部合格しておりました。結果私の家もね2日間ぐらいかけましてね、全てのコネクタアンダーソンにね移行かけていったんですけどね、本当にねアンダーソンコネクタにね交換してからねめっちゃ安心感が出てきました。特に無線機をね移設する方が多い方で、あとは移動運用ですよね、本当にねよく見ないとねうっかりミスしてねプラスとマイナス間違えますとねヒューズだけで済まないことも結構多いですからね、とにかく何かあって壊す前にぜひともねアンダーソンコネクターにご交換いただいて安心感を得ていただければと思っております。
本当ね、こういうの無線機壊してからだとね変えようと思うんですけどね、結構面倒な作業だとは思うんですけどね、ちゃんと専用のね圧着ペンチさえ買うとけばね意外と作業性いいと思います。ぜひとも無線機燃やす前に実践していただければと思います。お空でお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。